それでは休憩を解いて再開いたします。次に進みます。13番古畑秀夫さん。13番。ご指名がございましたので、市民派連合の古畑ですが、一般質問をさせていただきます。本格的な梅雨の季節に入りました。昨年8月の大雨による災害の復旧工事が進められてはいますが、今年は災害が起きるほどの大雨にならないことを願いつつ、通告に従って一般質問をさせていただきます。1、市長の政治姿勢について。1、日本の安全保障政策に対する考えについて、ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が始まって100日以上が経過しています。子どもや女性をはじめ、多くの市民に犠牲者が出ています。ロシア軍の行為は国際法を無視した暴挙であり、直ちにウクライナから撤退すべきです。そしてアメリカや EU 諸国、日本もロシアとウクライナに対して早期の停戦交渉に応じるように求めるべきです。一方、日本国内ではウクライナでの戦争に乗じて専守防衛をはるかに超える敵基地攻撃能力の保有や米国との核共有、防衛費倍増の要求など財源のことも考えずに軍事大国の動きが平和憲法が存在する下で進められようとしています。政治の責任はいかに戦争を起こさせないための外交努力をすることであるのに、その議論がありません。このような武力には武力という危険な動きに対して、市長はどのように考えているのかお伺いいたします。2、新型コロナ感染拡大防止対策について、1、ワクチン接種状況と今後の予定について、3回目のワクチン接種状況は、市長の総括説明や、先の山口議員への答弁で分かりましたので、4回目の接種スケジュールと接種体制など、どのように行うのかについてお伺いいたします。2、マスク着用などの対応について、国や県はマスク着用が必要でない場面の基準を示していますが、ほとんどの人は今まで通りつけています。これから夏場を迎え、暑くなり、熱中症の心配もありますので、着用が必要でないところは外してもよいと考えますが、国の方針を受けて、市はどのような対応をしているのかお伺いいたします。3、交通政策について、1、改正道路交通法施行に伴う市の運用について、昨年、千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷するという痛ましい事故を受けて、今年4月から改正道路交通法施行規則が施行されましたが、改正の主な内容とそれに伴う市の対応についてお伺いいたします。2、通学路の歩道整備について、テレビや新聞などで子どもたちの交通事故の報道を聞くたびに、通学路の歩道整備を早期に進めていただきたいとの思いを強くし、今回も質問をします。3月議会では剣道御間塩尻停車場線の太田公民館前の歩道整備についてお聞きしましたが、今回は同じ剣道の細部坂の歩道整備についてです。瀬場小学校への通学路となっており、地元から朝夕は通勤車両が多くカーブになっていて大変に危険だとの声をいただいています。この前にも質問をしましたが、改めてどのような状況かお伺いいたします。4、農業政策について、1、土地改良事業について、
土地改良事業によって農業の生産は飛躍的に向上し、昭和40年代に始まった国営灌漑施設の整備によって岩垂れ原を中心とした高原野菜や清原ぶどうをはじめとする果樹栽培が発展してきました。しかし施設が40年以上経過し老朽化して更新時期を迎えています。そこで市内の改修や更新などを含む改良事業は何箇所で行われているのかお伺いいたします。5、森林伐採による太陽光発電設備について、括弧1、金井地籍における太陽光発電設備について、地球の温暖化を防ぐには二酸化炭素の排出量を削減することが求められています。そのためには再生可能エネルギーの推進が必要であります。現在その中心は太陽光発電であります。しかし山林などへの大規模な開発は土砂災害や自然保護、景観保全などから問題もあります。市内の金井地籍および塩嶺別荘地付近の山林が大規模に伐採され、太陽光発電設備が設置されていますが、現在施工中および施工済みの事業者数と設置面積についてお伺いいたします。括弧に、大規模に行われる森林伐採について、森林の大規模な伐採は水源環境をはじめ暮らしやすい環境の形成、生物多様性の保全、温暖化の防止など森林の持つ多面的機能を失って災害が起きることにつながる心配があります。先ほどの金井地籍および塩嶺別荘地付近の設置場所の横の山林を伐採して8ヘクタールの太陽光発電設備の設置計画があると聞いていますが、市は把握しているのかお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。13番議員の質問に対する答弁を求めます。小口市長。ウクライナ問題に絡み日本の安全保障政策に対する考え方について、申し述べさせていただきます。まずロシアによるウクライナへの侵攻についてでありますが、言うまでもなく独善的な判断による暴挙でございまして、人道的にも決して許されるものではないと考えております。日々被害が拡大し、尊い人命が失われる状況を見聞きするにつけまして、その惨状は何とも痛ましく、一日も早い終結を望むのみでございます。議員ご指摘のとおり、ロシアのウクライナ侵攻をはじめ中国、北朝鮮等に関する拡張の緊張の高まりによりまして、我が国内においても国防や軍備拡張の議論が進んでいること、また現実でございまして、憂うべき事態と承知しております。またそれに対します国民の声といたしまして、 NHK の世論調査によりますと、日本が反撃能力を持つことや防衛費を増すことに賛成する意見が半数を超えているというデータもございます。これも有識問題であると理解しております。ウクライナの惨劇を目の当たりにしまして、国防への危機感関心が高まるのは、まあ、必然のことであろうかとは思いますが、一方でいわば浮き足立ったような状態で十分な説明や議論をなされないままに軍事力の拡大に舵を切るというようなことになれば、やはり戦争の危険性をはらむと感じるだろうはいません。あえて戦争を望む国民は誰一人いないと信じておりますし、まあ、世界にもそうではないかと思います。
世界平和の実現と国家安全保障のために何が最善であるか、国民への十分な説明がなされ、慎重に議論を進めていくことが重要であると考えております。また市の活動でございますが、昭和60年に平和都市推進の宣言をした自治体として、草の根レベルでの平和推進が重要であると考えておりますので、継続的に中学生による広島平和教育研修、あるいは平和記念の集いといった平和推進事業をですね、粘り強く進めていくことが当面の市の責務と承知しております。以上です。モース健康福祉事業長。私からは新型コロナ感染拡大防止対策について2点お伝えいたします。はじめに括弧1、ワクチン接種状況と今後の予定についてお答えいたします。新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種スケジュール、接種体制についてでございますが、高齢者施設等に入所している接種対象者につきましては、6月20日から各施設で接種を始めることとしております。一般の対象者は7月1日から接種を始めることとしており、接種体制は初回接種等と同様に、保健福祉センターでの集団接種と、市内26医療機関での個別接種を予定しております。なお本年3月に診療を開始しました奈良川診療所においても4回目の接種を実施してまいる予定としております。接種券につきましては、一般の60歳以上の対象者へは6月中旬から3回目の接種日に応じて順次発送することとしており、接種券が届き次第接種の予約が可能となります。県では人との接触機会が増えるお盆までに可能な限り多くの対象者に4回目の接種を進めていく方針を示しておりますので、本市としましても遠地区医師会等のご協力のもと、接種を希望する方が迅速かつ円滑に接種が受けられるよう推進してまいります。また国では新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間を現時点では9月末までとしており、4回目の接種に加え初回接種、3回目接種を並行して実施してまいりますので、接種を希望する方が確実に接種ができる体制を確保するとともに、できる限り速やかに接種していただけるよう一層の周知に努めてまいります。次に括弧2、マスク着用などの対応についてお答えいたします。国は令和4年5月23日付で新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の一部を変更しており、その中で基本的な感染防止対策としてのマスク着用の位置づけは何ら変更するものではありませんが、マスク着用の考え方について具体的な事例を挙げ明確化しております。具体的には、屋外で人との間隔が2メートル以上空いている場合や、距離が確保できなくても会話をほとんど行わない場合、また屋内においても人との距離が2メートル以上確保でき会話をほとんど行わない場合はマスクを着用する必要がないとしております。また県では国のマスク着用に関する考え方について、より実態に即したマスク着用の目安を示しており、これから夏場に向け近距離での会話をしない場合など、特に屋外ではマスクを外すことを推奨しております。しかしながら、屋外でマスクを必要としない場面においても、ほとんどの方がマスクを着用している現状もあり、2年以上にわたりマスクを着用した生活が浸透しているなど、マスクを外すことへの抵抗感も強いのではないかと考えております。そのため本市では、市のホームページにマスク着用の考え方について掲載をするなど、市民に向けて周知を図るとともに、職員に対しても町内掲示板により周知を図り、マスク着用の考え方についての浸透を図っております。これから暑い夏を迎え、熱中症のリスクが高まることからも、特に屋外でマスクを必要としない場面ではマスクを外すことを強く推奨するとともに、
必要に応じマスクの着用についてより一層の周知を図るなど、適切なマスクの着用について定着を図ってまいりたいと考えております。私からは以上です。青木総務長。私からは3、交通政策についての括弧1、改正道路交通法施行に伴う市の運用についてお答えをいたします。昨年6月に千葉県八街市で発生をしました飲酒運転のトラックによって下校途中の児童が犠牲となった交通死亡事故を受け、国において道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和3年11月10日に公布をされました。主な改正内容の一つとしましては、道路交通法に定める安全運転管理者の業務に運転前後の運転者に対し目視等により酒気帯びの有無、これを確認し、その記録を1年間保存することが新たに義務化をされました。この改正につきましては本年4月1日から施行されております。加えまして本年10月1日からは目視等で確認を行うほか、国家公安委員会で定めるアルコール検知器を用いて確認を行うこととなっており、このアルコール検知器につきましても、常時有効に保持することが新たに義務化されております。これらの改正を受けた本市の対応といたしましては、4月1日施行の酒気帯びの有無の確認に関しましては、塩尻市車両管理規定の一部改正により、車両の日常点検の結果や、運転する職員等の出張命令の決裁を記録する車両利用記録簿の様式を改定し、運転者の運転前後の酒気帯びの有無の確認、記録する項目を新たに設けるとともに、安全運転の励行に向けた注意喚起と合わせ、新たな公用車の運転方法について職員に周知徹底を図っております。また本年10月1日から施行されるアルコール検知器による確認につきましては、先の令和4年市議会3月定例会においてアルコール検知器の購入費用を補正予算においてお認めいただいており、現在発注がし納品を待っている状態であります。このアルコール検知器が納入され次第、関係各課等に配布をし、酒気帯びの有無についてアルコール検知器により確認をすることといたしております。私からは以上でございます。細井建設事業長。私からは3、交通政策についての括弧2、通学路の歩道整備についてお答えをいたします。県道御孫障子停車場線の小祖父坂につきましては、瀬場小学校に通う児童の通学路となっておりますが、朝夕は通勤車両等の交通量が多いにもかかわらず歩道がないことから、地元下小祖父区より歩道設置の要望をいただいております。また令和3年度の通学路合同点検においても歩道の設置の必要性を市、警察、地元関係者と確認したことから、松本建設事務所に対し早期の歩道整備を重ねて要望してまいりました。この結果、松本建設事務所において本年度より道路線形等を決めるための地形測量を実施し、地権者および地元区の意見を聞きながら道路計画を策定するとのことでございますので、市といたしましても早期に歩行者の安全確保が図られるよう県、地権者および地元区の調整に努めてまいります。私からは以上です。上条農林担当部長。はい、私からは
4、農業政策について、括弧1、土地改良事業について、土地改良事業の施工状況についてお答えいたします。土地改良事業は、農業生産基盤の整備や農村の保全に取り組むこととしており、本年度、本市におきましては、県が事業主体となる県営事業が3カ所、市や土地改良区などが事業主体となる団体営事業が6カ所、市単独事業が10カ所におきまして、それぞれ農業用施設の更新や改修工事を実施する予定でおります。そのうち主な事業として、県営事業では、芦野田、元町、上久美、長崎原地籍におきまして、樹液面積 114.9 ヘクタールを対象とした、20歳灌漑用灌水路や道路の更新整備を実施する県営20歳帯総合土地改良事業瀬場妙義地区が予定されており、今年度は加圧器場の建築及び長崎原工区の更新整備を実施する計画となっております。次に団体営事業の主な事業としましては、今年度より新規採択を受けました農業水路等長寿命化防災減災事業本山水路橋地区があります。その事業の内容は、総賀本山地籍の国道19号に架かる水路橋の改修工事を実施するもので、施設の長寿命化を図ることとしております。農業の多面的機能を維持するため、計画的な生産基盤施設の整備や適正管理に取り組み、持続可能な農業の推進に図ってまいりたいと考えております。私からは以上です。大月市民生活事業部長。私からは5、森林伐採による太陽光発電設備についてお答えいたします。まず金井及び旧塩尻地籍内であります信州高原別荘地付近の太陽光発電施設の設置状況でございますが、野立の発電所は5事業所が設置をしております。このうち1事業所が施工中となっております。これらの設置総面積は約 11.7 ヘクタールとなっており、そのうち施工中の面積は約 7.2 ヘクタールとなっております。次に今後課題地籍及び遠霊別荘地周辺で森林伐採を含む太陽光発電設備の設置予定について市が把握している状況ですが、市のガイドラインに基づき2事業所が太陽光発電設備の届出を受けております。現況ですが、1件はこれから地元説明会に入り工事を予定しているとのことであります。もう1件は森林伐採の面積も大きいことから現在県の臨時開発許可申請の協議中であるとお聞きしております。私からは以上です。13番議員の質問を許します。13番。はい、それでは再質問をさせていただきます。一の市長の政治姿勢についての括弧1の日本の安全保障政策に対する考えですが、先ほど市長から答弁いただきましたけれども、憲法9条は先の日本の侵略戦争を反省して将来再び戦争は行わないという世界に向けての誓約としての憲法が制定され、その考えは憲法全文に反映されています。この全文を受けて憲法9条1項では戦争の放棄を、2項では戦争の戦力の不保持と抗戦権の否認を規定しています。戦後一度も戦争に巻き込まれることなく平和で来れたのは憲法9条があったからだと思います。憲法9条改憲の動きが現在ありますけれども、それに対しての市長のお考えをお聞きしたいと思います。
文知事長。以前にもお話ししたかと思いますが、まあ、全く個人的な見解でございますけれども、今議員おっしゃる通り、その9条がね、この平和憲法の原点であるということは、国民のみならず世界に知られた現実でありますから、憲法学者がいろいろ言ってもですね、これは象徴的なものとして絶対に変わるべきではないと強く思っております。残念ながら過去に侵略の経験のある我が国でありますから、それがたとえそのテニオ派の修正であってもですね、諸外国に与えるいわゆる懸念が日本の国に対する信頼度を失うことが大いに懸念されますので、不要な微修正も私はしない方が対外的な日本の信頼性という点からですね、極めて必要なことであろうかと思っております。ありがとうございました。13番、はい、13番、私も全くその通りだと思います。もう一つ、最近は食料品をはじめ今日の質問の中にもありましたように、物価が大変上昇が続いておりまして、特に食料は外国から依存しているのが、日本は自給率が 37% ということで大変低い状態が続いております。これ今後、まあ世界的には人口が増加をしていくという状況の中で、食料不足ということが大変危惧されておりますので、食料安全保障の観点からも、まあ、市としては農業再生ということで掲げていろんな取り組みしていただいておりますけれども、国としても農業政策に力を入れて食料自給率を高める必要があると考えますが、市長のお考えをこの前も聞いたかと思いますがお伺いします。大内市長。はい、まあ、先ほどの答弁にもありましたが、いわゆる平時における国際分業、これはですね、世界のいわゆる産業構造が違う現実を鑑みるときに必ず必要なことであろうかと思います。まあ、しかしながら小児市のような小規模農業においてはですね、この現総合計画もその前もそうでありましたように、田園都市といわゆる都市構造と田園風景のですね、調和あるふるさとを目指してきた塩尻市でありますから、いわゆる機能景観としてのですね、農業の有用性は論ずるまでもないと思っておりますので、私も就任以降、農業再生という言葉を使いながら、万が一の時、もちろんないに決まってますし、あっては困るんですけれども、自給自足しなければいけない時が来た時にですね、それはすぐにその体制に入れる勤勉な日本国民でありますから、その担保だけは税金を投入しても許されるという表現をしてまいったと思います。そんな面から農業公社を中心にですね、小規模農業自治体としての個性を、いいも悪い含めてもそれは現に持っているわけですから、そこを担保するために極力有料農地については税金を投入してもメンテナンスしていくと、それが小さな自治体 のできる、まあ、努力の範疇、穀物自給率は今議員 38% は食料自給率だと思いますが、穀物自給率は 29% くらいですよね。特に大豆等に至っては 25%、 それの数字からあまり改善されたという報告を聞いたことがない、まあ、そのような国でありますから、自治体としてできることはやっていくということが、私の申し上げている農業再生の心でございますので、ご理解と思います。お願いします。13番。はい。以前に議員でありました永原先輩から、セバシャン学校のグラウンドに、戦中はさつまいもを植えて、上をしのいだなんていうお話を聞いたことがございますけれども、約80年前にはそういう状態であり、その後もずっと食糧難で大変日本の皆さん苦労してきたという状況もあるわけでありますので、まあ、先ほど市長から答弁ございましたように農業にも力を入れていただきたいと思っております。それでは次へ進みます。2、新型コロナ感染拡大防止対策について、
括弧1ワクチン接種状況と今後の予定についてということですが、医療従事者とかエッセンシャルワーカーの皆さんというのは今回4回目の接種というのはあるわけでしょうか。モース健康福祉事業部長、はい、今回のですね、4回目の接種につきましては、あくまでも重症化予防の観点から実施をするというものでございまして、重症化リスクの高い60歳以上の方と、18歳から60歳未満の基礎疾患等を有する方を対象とするということでありまして、医療従事者とか、エッセンシャルワーカー等につきましては、直接的な接種対象にはなっておりません。従いまして、あくまで、医療従事者、またエッセンシャルワーカー等でありましても、60歳以上、また基礎疾患等を有する方を対象ということで、4回目の接種を受けていただくことになります。13番。はい、わかりました。それでは括弧2のマスクの着用などの対応についてでございますけれども、先ほど答弁いただきましたが、なかなか大人が外さないと子どももそれを見ていて外しませんし、私もなかなか周りが外していないと外しづらいっていうのがありますけれども、学校では子どもたちにどのような指導をしているのかお伺いしたいと思います。太田子ども幹事、教育部長。学校におけるマスクの着用の考え方が改めて通知されたことを受けまして、5月31日に臨時校長会を開催しております。校長会では基本的に国が示しました方針に従って、他者との身体的距離が2メートル以上保たれる活動についてはマスクを外してもよいと、そういうことを確認したところです。また熱中症へのリスクを優先して、登下校時や屋外での活動、部活動などはマスクの着用しなくてもよいこととしております。児童生徒には熱中症になるリスクが高い状況であれば、距離に縛られることなくマスクを外すことや、状況に応じて会話を控えるなど、子どもたちが自ら考えて行動できるような指導を心がけていきたいと考えております。ただし小学校低学年児童が暑い日に我慢してマスクをしているような場面があれば、適宜声をかけると発達段階に合わせた指導が大切であると考えております。はい、13番。はい、ぜひ適宜な指導をしていただいて、熱中症等にならないようなご指導をお願いをしたいというふうに思います。それでは3の交通政策の括弧1、改正道路交通法施行に伴う市の運用についてでございますが、安全運転管理者の市の体制や、この安全管理者の業務内容など少し簡単に分かりましたらお願いしたいと思います。青木総務部長。はい、本市におきます、安全運転管理者の体制についてでございますけれども、道路交通法の規定に基づきまして、自動車の、安全運転と、運行に必要な指導、それから、管理業務を、行わせるための、安全運転管理者を、3名、それから、安全運転管理者の業務を補助するための副安全運転管理者、これを5名選任しているところでございます。この安全運転管理者によりまして、道路交通法令の遵守でありますとか、交通事故の防止といったものを図っているところでございます。13番。それから、出張などで出先へ行っている場合なんかの対応というのはどのような形でやるわけでしょうか。青木総務部長。はい、はい、出張などによりまして、酒気帯びの状況がこう対面で確認できない場合というのはございますので、そういう場合はですね、電話等によりまして直接対話をできる状況、
そういう状況の中で、その相手方職員の口調等からですね、確認を行うこととしております。なお10月1日以降につきましては、アルコール検知器を出先に携帯をしまして、結果の通知をの報告もですね、合わせて行うこととしております。13番。まあ、ちょっとなかなか電話では難しい部分があって、実際には本当は対面でね、やってアルコールだけじゃなくて、その人の身体的に今日は体調が悪そう、風邪ひいて体調悪そうだとか、いろんなことも見なきゃいけないわけですので、本来ではあれば、まあ、今のことでテレビカメラ的なようなので答えできればね、一番いいと思うんですが、まあ、ちょっと曖昧なような気もしますが、まあ、現状の中ではやめないかなというふうに思います。それからアルコールが検知されてしまったというような場合、どのような対応をしていくのかについてお伺いします。青木総務長。はい。アルコールが検知された場合の対応についてでございますが、あくまでも機器による測定ということになりますので、食事ですとか、喫煙後など、飲酒によらない場合でも、検知をしてしまう場合、そういったこともございます。ですので、こういった場合は、まあ、少し時間を置くとかですね、あるいは、まあ、口をゆすぐといったようなことをしまして、再度測定をするということが、必要になってまいります。でそれでもですね、規定値を超えるアルコールの成分が、検知された場合につきましては、運転を交代するとか、まあ、あるいは運転を取りやめる、そういったことをですね、該当職員に指示をしたいというふうに考えております。また合わせて当該職員に対しましては、前夜の飲酒の状況などを聞き取りをいたしまして、安全運転へのですね、意識向上を図っていく必要があるというふうに考えております。13番。まあ、こういう法律ができてきますと、市民の目も大変厳しくなってきますので、それで安全管理者なんかも、もし事故とあった場合には批判を受けたり、市の行政そのものもいろんなことで市民からいろんな目で見られるような状況がありますので、日頃から安全教育含めて、そういったアルコールのことに対しても注意をして、いただくような教育実習などぜひやっていただきたいと思います。それでは次へ行きます。各国の通学路の歩道整備についてでございますが、コソブワ坂の関係、先ほどの答弁ですと、今後進めていくということが県から報告があったということで、ございます。まあ、コソブワ坂の関係の関係の人事さんなんか、まあ、議員と一緒に回りまして、地元の人事さんからはご理解をいただいておりますので、ぜひ早期に進めていただくよう要望して、いただきたいと思います。併せて前回もお願いしましたが、県道上今井停車場線の長光寺入口南のクランクの周辺の部分も大変地元から強い要望がございますので、この辺についてはどうなっているのかお伺いしたいと思います。細井県政事務部長。はい、今議員さんおっしゃった場所、あそこにつきましてもクランクでカーブ見通しが悪いということで歩行者が見えにくいといったようなことから、上組区の方からも県に対し要望が市の方に来ております。そういった中で毎年9月くらいにですね、県の方に要望の箇所についての事業ヒアリングというのも行っておりまして、そういった中で県に行って説明をして要望しているところでございます。
それとあとはまた職員関係する職員県の職員ですけども来ていただいて現地も確認をしていただいているところであります。ただ今現時点では事業化というものがまだされてないということでございますのでまた今後引き続いて要望をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。13番、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは次4の農業政策の関係でですが、括弧1の土地改良事業についての関係ですけれども、市長にお聞きしたいと思います。5月の13日に中心平右岸土地改良区、庄司地区などの関係者の皆さんから要望書が出されたと聞いておりますけれども、内容と市としてそれを受けてどのような対応をするお考えかお伺いしたいと思います。小市市長、はい、ご指摘の通り右岸改良区の皆様の役員の皆様おいでいただきましてですね、多くの自治体にまたがる、大きな事業でありますので、それぞれの自治体が担当している部分の、いわゆる分担についてですね、現実的に塩尻市の率が非常に劣っていることを数値的に明示されました。私自身も農家出身の首長として恥じる思いであったということも確かではございますので、今公平性を担保する中でどのような形のですね、加算ができるか鋭意研究しております。遅くとも令和5年度からのですね、少なくとも他市に並ぶレベルの分担率は担保していきたいと思っております。決して大げさに研究するほどの額ではないということも併せて申し上げますので、来年頭からは遅くとも実施していける状況にございます。決して抜きに出た形ではなくてですね、行政のいいところ悪いところ含めて横並びというやつはなかなか一つのパラメーターになるわけでございますので、この場合にはそこを担保できればと思っております。13番、今市長からも言われましたように、私もちょっと知らなかったわけですけれども、そういうことで負担率が塩尻市は松本、朝日、山形等に比べてちょっと低いというようなこと、いろいろ担当に聞いてみますといろいろ事情あるようでありますので一概には言えない部分あろうかと思いますが、いずれにしてもそういうお考えで公平というか合わせていきたいということでございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。それでは5の森林伐採による太陽光発電設備について、括弧1の金井地籍における太陽光発電設備の関係ですが、これ金井地区ということで出しましたが、どうもいろいろ聞いてみると旧東いや庄司旧庄司地区とか なんか複雑な地籍になっているようですけれども、いわゆる勝る峠の方行く左側の峠の近くの塩嶺別荘地の近くのところですけれども、現在建設工事が停止しているようですけれども、その理由についてお聞きしたいと思います。大月生活、市民生活事業部長。現在施工中の工事でございますが、県の臨時開発許可を受けて、工事を施工していることから、県の方にですね、状況等を確認したところでございます。昨年8月のですね、豪雨の状況に鑑みまして、調整池だとか放流設備、放流方法等につきまして県が業者の方に変更を求めておりまして、業者からの変更許可申請を協議している最中とのことでございました。従いまして工事の施工が中断しているものと思われます。以上です。13番、この場所私も会派
の皆さんと一緒に見てきたり、またその後も見てまいりましたが、大変広いところをみんな山の木を切って赤土がさらけ出ているというような状況で、まあ、これは大変だなと思いながら見てまいりましたけれども、今答弁ありましたように昨年8月の大雨によって、一部工事中の部分の調整池など崩れたということのようですけれども、あの辺は大雨によって土砂災害が発生するところでありまして、市道の障子滑走線なんかも崩れて通行止めに当時なりましたし、いわゆる諏訪湖周辺なんか全体的にそういう部分あるようですが、岡山の川岸での土砂崩落で3人が亡くなったということがありましたが、そこの地質と同じ塩泥類層だと言われております。雨水が浸透しづらくて地滑りが起きやすい地質だそうですが、果たして開発に適しているのかというちょっと心配もあるわけですので、今後ぜひ検討をしていただければというふうに思っております。それから先ほど言いましたように、ここ見に来ましたらすぐ上のところを見たら塩嶺の別荘地の建物が別荘がすぐ見えたわけですが、そういった皆さんからのクレームっていうのは来ていなかいないでしょうか。大月市民生活事業部長。今のところですね、私どもの方に、そういったクレーム等は、来ていないという状況でございます。13番。はい、分かりました。それでは各国の大規模に行われる森林伐採についてでございますけれども、市も地域森林計画対象森林というのを定めていると思いますけれども、山林への大規模な開発のこの規制ということはできないわけでしょうか。上条農林担当部長。大規模な森林伐採を伴う開発でございますが、森林法におきまして1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。許可申請があった場合、開発基準に基づきまして排水施設や防災施設などが適切に設置され、当該開発により土砂水害や水害などの発生させる恐れがないと認めるときは都道府県知事がこれを許可しなければならないというようになっております。逆に認められないときは許可が出ないということになっております。この際、市町村長の意見を聴取する機会がございますので、私どもの考え方はそのときに伝えるようにしております。はい、13番。なかなか個人の財産で規制が難しいという話も聞いておりますけれども、市民の命に関わるような開発にもしなるということが想定されるようなこともあるわけですので、ぜひその辺は慎重にやっていただければと思います。隣の山梨県は太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例というのが作られておりまして、地域森林計画対象民有林及び国有林等も設置規制区域に指定しているということでございます。観光圏である長野県も、あそこせっかく来たら太陽光切りだというようなことになってイメージを落とすようなことのないように、山梨県のような規制区域にするよう県に要望していただくようお願いをしまして、一切の質問を終わります。
以上をもちまして古畑秀夫議員の一般質問を終結いたします。この際10分間休憩いたします。